港、空港、東京、東京、帽子、帽子。初めてその台湾人の方とチェンゴイに行ったんですよ。そこでちょっと衝撃だった。アイコ in 台湾。ハロー大家好、我是アイズ。見てください、今日の私のファッション。どうですか？台北で一番大きい日本語塾が日本語の先生を募集しているということで、今日は一日先生体験にやってきました。では早速行ってみましょう。こちらです、半田塾さんにレッツゴー。おー、こちらですね。え、なんか日本語の塾っていう感じがしないですね。すごい、なんか空港みたいですね。こんにちは。日本語の先生を募集しているっていう風に見たので。どうぞこちらです。はい、めちゃくちゃ綺麗ですね。黒板じゃなくてモニターあ、もしかして半田塾の半田先生ですか？はい、日本語の先生になりたくてやってきました。ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めてここに来てちょっとびっくりしたんですけど、入り口入ってすぐここは塾なのかっていう受付の方は空港のこのチェックインカウンター、だからあそこで手続きして日本に留学してもらう。はいはい、ああ、そういうことか。ここに入ったら日本に来たみたいな。下駄箱、確かに日本っぽかったです。先生に質問をしたいんですけど、はい、台湾に来たきっかけ、どうして台湾に来られたんですか？父親がもともと台湾といろんな関係がある仕事をしていたので、はい、それで大学生の時に初めて来ました。じゃあどうして半田塾を開こうと思われたんですか？もともと私は塾で国語の先生をやってました。その基礎があって台湾の人に日本語を教えるっていうのはどうなんだろうか。チェーン展開している大きな日本語学習機関の時間講師として3、4年、4、5年やったのかな。このような教え方ではまずいなと。使ってる教科書って大体みんなの日本語っていうスタンダードの日本語の教科書があるので、その教科書でやっていても本当の実力をつけられる人が少ないっていうことに気づいたんですよ。コミュニケーションにならないコミュニケーションの仕方を教えてる。その型を教えて単語をこう切り替えながら日本語を話せるように導くとか、言葉の習得過程においては不自然なことだと私は思ったんですね。それっていうのはなんか日本の学校の英語教育と似た感じですか？あ、そうですね。授業で習っている英語が実際あんまり使われてないニュアンスだったり、それに近い。日本人が英語ができない理由は実際に英語聞かないじゃないですか。そうですね、文字ばっかりだから。で、先生の発音も先生の発音もおかしいし、ね、初めにインプットがなければダメなはずなんですよ。半田塾の先生は皆さん日本人なんですか？はい、全部日本人です。哲学用語で言うと暗黙知とか経験値って言われるものなんですけど、言葉で表せない、直感的に使える、経験で累積された、何も考えずに普段の生活とかで勝手に身についちゃった。そうなんですよ。それが、まあ、言葉にはどうしても必要なんですけど、それがないままとにかく句型を教えて、単語を教えて話しなさい。なるほど。で、話して、あ、できました、はい、日本語喋れましたねっていうのがいわゆる 99% がやってる日本語の授業。経験値、暗黙知っていうのをどうやったら作ることができるのかっていうことが出発点でデザインしてみようかなと。教科書も先生が作られた。そうですね。他の塾と違ったここにしかない魅力っていうのはどういった？日本語が分かるようになるとこじゃないですかね。テストのための勉強って意味がないと思ってるので。あ、そうですね、身につかないと意味ないですもんね。文法問題解いて勉強するやり方は一番最低のやり方だから解かなくても文法習得できるんですか？できます。日本人が日本語検定試験取ったら絶対、はい、合格するじゃないですか。それは文法問題は解いたからじゃなくて、ぶっつけ本番でやったとしても勝手にできちゃう。いや、だって日本語で理解してるから、日本語こういう時はこういうよねっていうのを理解してるじゃないですか。先生と生徒さんの会話は日本語ですか？理解させることを
中心に考えているので、はい、基本的には私は中国語で説明します。日本語で説明しても、はい、日本語の文法が分かってないのに理解できないですよね。中国語を理解している日本人が自分たちの母語である日本語を説明するんです。台湾人の人たちがよく間違えるパターンとかってあるんですか？日本語にも中国語と全く同じ字面、読み方が違うだけっていう単語がいっぱいあるじゃないですか。はい、台湾の人はその字を見て漢字で理解できたらそれで満足しちゃうんです。微妙な差だったらまあ少しの弊害で済むんですけど、はい、全然違うとかってあるじゃないですか。ありますよね。勝手にこうロジックを変えてしまって理解する。逆もしかりで、私が台湾に来て初めてだったかな、披露宴に出席して円卓じゃないですか、ね、そこに親友って書いたんですよ。いや親友じゃないしと思っていやちょっとここ私座れません。まあよく聞いたら中文親友、親友、チンチーポン用じゃないですか。あとは発音ですよね。長音と単音の区別、台湾の人できないんですよ。え、例えば楽器のことありますよね、はい、コート、コート、台湾の人たちは伸ばすか伸ばさないかのコントロールができない、はい、でもそれは50音教えてるからなんですよね、うん、あいうえお、どうやって教えますかね。あいうえお、伸ばしてますよ。え、伸ばしてますね。かきくけこって教えるんです。だからこのかを見てかだと思っちゃうんですよ。なんでだって皆さん先生はえ、オッケーオッケーって言うんですよ。強調したい時にカーって言うんですね。最初の入り口でそこからカーって教えられてるんでいきなり授業の中でこれはカだよって、カーとカは違うって言われてもえっていうなっちゃう。だから私の授業ではそうです、カ、キ、ク、新鮮ですね。じゃあ今日私はちょっと日本語の先生の面接に来たんですけど、私が指導しますんで ありがとうございます。教えてみますか。よろしくお願いします、はい。みんな間違えてるんですけどね、うん、長音はラーちゃんと言うんですね、はい、でもラーさんじゃないんですよ。え前の発音の母音パッと読んであげればいいんですね。伸ばす必要ないんですよ。デパートと読めばいいんです、はい、ビールと読めばプールスプーンです。スプーンケーキです。ケーキコーヒーです。コーヒー、あ、そうか。でも辞書引くときこうだったかもしれない。そうですそうです。時計、映画、ゼアンズマ、アナゼアンオクイ。今日は一日教師の体験をさせていただきます。おじゃおあいず老师、お願いします。日文呢，有一些字标记跟发音是不一样的，大家知道吗 ？A 段音后面的 e 呢，变成 e。O 段音的后面的 u 变成 o。 那我问大家哦，时钟日文怎么念呢？电影怎么念呢？映画。映画。好，老师。现在要告诉大家正确的发音哦。这边标记是写 tokei。但是呢，其实念 “tokay” 电影的话呢，这边写 “a 一个”，但是其实念 “a 一个”。老师标记是“先生”，其实是念“先生 ”“tokay”“a 一个”“先生”。哦，标准多了。机场怎么念？东京，帽子，这个也是一样的，不是库库，是库库。东京不是东京，是东京。帽子不是帽子，是帽子。那可以跟我一起念吗？空港、東京、帽子、太棒了。今日はなんか普段当たり前すぎて気づかなかった日本語の問題点とか、改めて自分でもこういう風に教える方法があるんだなっていう風に気づかされました。ありがとうございました。はい、もしよかったら日本語の先生になってください。え、頑張りますでは中をご案内いたします。お願いします、はい。
こちら視聴室です。授業を休んだ時に別の日を使って休んだ分の授業を見ることができます。復習したい時とかもここを利用することができます。あと図書室ですかね。例えばご飯を食べたい時とかここを利用してもらったり、図書室でご飯食べていいんですね。はい、日本語の漫画があるので、まあ、特にその流行りの漫画、例えば推しの子とか。ちなみに時間制限とかないです。お金かかったりないです。月謝払って来てる生徒さんはいつでも来ていいんですか？いつでも OK。 じゃあ授業がない日に来てもいいんですか？そう、授業がない日にもぜひ来てください。めちゃくちゃいいですね、それ毎日来ちゃいますよ語学を学習する上ですごく重要なのが、まあ、興味があることをすることなので、だから漫画が好きだったらもうぜひここ利用していただいて。おお、どうす日文だよ。这样子可以边看漫画边学日文。漫画だけじゃなくてこういうなんか教材みたいなのもあったり。そうです、はい、教材もあるし、まあ、小説とかも、満喫みたいな感じ。そう、満喫みたいな感じです、はい、いいですね。こちらは11階の留学センターです。留学できるんですか？もちろんです。ここにたくさん資料がありますが、カウンセリングを受けることができます。あ、全面サポートしてくださるってことですか？はい、このようにここでカウンセリングを受けることができて、はい、こちらにその和室があるんですけども、ここで休憩することもできます。甲斐先生に今日はいろいろ案内していただいたんですけど、はい、ちょっと先生にいろいろ質問してみてもいいですか？はい。ここの日本語の先生になられてどれぐらいですか？ほぼ6年ぐらい。一番最初に台湾に来ようと思ったきっかけって何だったんですか？父が、まあ、私が幼い頃によく台湾に出張に来てたんですよ。父からそのいろんなその台湾の話を聞いて、はい、そこで興味を持ちました。ドライブ中とかに台湾の音楽を流したり、どんな歌だろう、はい、ウエティエンとかワンリーホンとか、おお、あとまあお土産とか、うん、フォンリースーとか。そこからいきなり台湾に行こうってなったんですか？高校の時に、はい、第二外国語で中国語を取ってて、で台湾にも興味あるし、うん、で中国語を学びたいからという理由でその台湾に来ました。留学ですか？はい、留学です。台湾に来られてびっくりしたこととか、カルチャーショックとかってありました？あ、いろいろありますけど、コンビニの匂い。それ私もびっくりしました。サイエダンの、あとまあ夜市の匂いとか。あ、臭豆腐今すごく好きなんですよ、臭豆腐が。お、好きなんですか？週に2回ぐらい食べてて、最初はやっぱりこの匂い嗅いだ瞬間、体育館みたいな汗臭いって感じですか？そうですね、はい。でも食べるとすごい美味しいじゃないですか。カラオケに行くのが好きだったんですけど、はい、日本の方って順番で入れるじゃないですか。5人で一緒に来たら5人一旦入れ終わってから2曲目入れるって、うん、初めてその台湾人の方とチェンゴイに行ったんですよ。そこでちょっと衝撃だったんですけど、順番を待ってから入れるじゃないですか。2時間ぐらい回ってこなかったです。いつまで経って回ってこない、はい、入れる人がバババババって入れません。そうなんですよ。友達がなんで早く入れないのみたいな、1曲入れたんですよ、うん、サーボー割り込みされて、僕が入れた曲が最後の方になって、ようやく回ってきて歌い始めたら、うん、店員さんが来て、ジェザン。台湾のこういうところがいいなとか思ったことあります？一番いいなと思うのが、ストレートに物を言ってくれる。服を買う時とか、これとこれどっちがいいみたいな、うんうん、日本人の人はなんか、うん、あ、どっちもいいよ台湾人の方はもう、はい、はっきり言ってくれるじゃないですか。あ、こっちの方が似合うよって、こっちの方がいいよみたいな、この髪型あんま良くないよとか、はい、個人的には、はい、そっちの方が好きかなと思います。台湾の朝ごはん屋さんがすごく好きで、はい、留学に来た時にもうほぼ毎日行ってたんですよ。毎回スパイグーって言ってくるじゃないですか。これ本当に喜んだんですよ毎回そのシェー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 って言ってたんですよ。スパイグーって言われてシェーシェーって言ってたんですか？シェーシェーって言ってて、で友達に突っ込まれてニヘッペンヘみたいなお金払えばスパイグーになるじゃないですか。台湾に来て、じゃあ今何年目ぐらいなんですか？10年ぐらい。長く住み続ける理由って何かありますか？ストレスをあまり感じない、まあ、自分らしくいれるというか、まあ、日本には日本の良さがあって、うん、台湾には台湾の良さがあると思うんですけど、そうですね、個人的には多分台湾の方が合ってたのかなって。生徒さんによく質問されるのが、はいはい、日本人の方とどうやって仲良くなったらいいですかみたいな。これ今自分でも研究中なんです。あ、分からないですか、まだそうなんですよ一番困る質問なんですよ。多分 N1 に受かるより難しいんじゃないか。10年台湾にいるから、はい、たまに日本に帰って親と喋る時とか、うん、すごく不自然な日本語が、例えばピンソーとか、これよく使うじゃないですか、はい、聞いたところによると母がなんでそんな硬い言い方するのみたいな。中国語だとすごくバッチリニュアンスが合う言葉が日本語には存在しなかったり、はい、ハイハオとか、まあまあ、いやちょっと違いません。母親とおしゃべりしてて、はい、あのドラマどうなのみたいな、うん、あのドラマハイハオやでって言ったんですよ、うんうん、ハイハオにぴったり合う日本語が今でもわからない。そんなに面白くない。いや
それよりは上。微妙じゃないですか。あ、微妙。じゃあ半田先生にちょっと聞いてみて、これからもじゃあまだまだ台湾に住み続ける予定ですか。はい、永住権を取得した。すごい。私も永住権持ってるんですけど、はい、台湾人になった気分で。そうですね、そうやおでんとか開けるようになるし。いや、開きませんけど。開きたいんですか。開きませんけど。最後にこの半田塾の魅力とかちょっと伺ってもいいですか。なんか急に面接されてる気中国語を介して日本語を理解してもらうっていうスタンスでやってるんですけど、はい、正確なニュアンスをまず知ってから会話の練習とかをした方が、それがまあ正しい言語学習だと思ってるので、はい、テキストを見させてもらったんですけど、はい、半田先生が全部作られたということで、はい、そのあいうえおの G も全部先生の G なんですか。そうです、はい、テキストも台湾人向け作られたとか、はい、教師も日々その中国語を勉強してどういうふうに言ったら伝わりやすいかっていうのを日々模索してます。あ、先生たちも中国語を勉強して努力して見えるんですね、はいね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日は一日日本語教師の体験ということで体験が終了しました。そしてですね、先生方にいろいろとお話を伺いましたが、ここの半田塾すごく私はいい塾だなというふうに思いました。中に入った瞬間からまるで日本にやってきたかのような、至るところで日本を感じることができる塾だなというふうに思いました。こちらの半田塾では日本に留学をしたいですとかホームステイに行きたいなって思われている方に向けて全面的にサポートしてくださるそうです。手続きのお手伝いをしてくれるんですよ。そしてですね、ただいま半田塾では日本語の先生も募集しているんですよ。日本語を勉強したいなって思ってる台湾人の方、日本語を教えてみたいなって思われる日本人の方、概要欄にリンクを貼っておくので、もし興味がある方はぜひ半田塾さんに連絡してみてくださいね。それでは、谢谢今天收看我的影片。如果喜欢这个影片的话，记得帮我按赞。我还有 Instagram， 还有抖音、FB， 记得追踪我。那下次再见，拜拜。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。